私、先日旅行へ行ってまいりました。鹿児島、宮崎と暖かいところを選んで、あまり計画も立てない気ままな夫婦二人旅でした。最後の旅行予定地だった宮崎県高千穂町で、せっかくだからと夜8時から、夜神楽を見ました。天照大御神が弟佐野の御事の乱暴牢付きに怒り、天の岩戸と書いて何て読むか忘れましたけど、に閉じこもってしまったおかげで夜は闇に閉ざされてしまいます。天の岩戸かな、あ、いや、 なんとか天照大御神を天の岩戸から引っ張り出そうと神々が趣向を凝らして誘き出しに成功するという日本神話でもおなじみの内容でしたが、まあそれはどうでもいい話です。夜神楽も終わり、今夜はどこに泊まろうか、旅館は予約していなかったので、車中泊でもいいかなと思っていたと考えていると、うちの旦那様が、わしはもう眠くなった、ここ高千穂神社でいいじゃろうと言いました。え、マジで。あたりは真っ暗、観光地とはいえ山間部の小さな集落です。駐車場といってもただの空き地で、舗装なんてされてもいません。しかも神社の真横、初詣客の清い元年も邪悪な念もどっと押し寄せた後の残留念がたっぷり膨れ上がった神社の敷地内で車中泊、正気じゃありません。よもやこんな危険なゾーンで車中泊をすることになるとは思ってもいなかった私は、いつもは持ち歩いている結界グッズを持ってきていなかったのです。そんなことはお構いなしな、豪事な旦那様はとっととシートをフラットにして寝袋をごそごそと開き始めました。仕方なく私も寝支度を始めましたが、いつものようにトイレに行って、無論神社内の公衆トイレ、顔を洗って歯磨きをするという行為が恥ずかしいより恐怖に満ちていました。旦那は全く気づいていない様子、多分運転疲れで朦朧としていた。だけど私は木々の隙間からみんなが見ている視線をビシバシ感じていました。さっさと寝袋に潜り込み、誰もいなくなっただだっ広い駐車場の片隅で私たちは眠りにつきました。どれくらい時間が経ったのでしょうか、ドスンという音と車が揺れる振動で私は目を覚ましました。窓はすべて厚手のウレタンシートで目隠しをしてあり、それをはぐってみないと全くわかりません。旦那はその振動と物音で身じろぎをしましたが、また深い眠りに突入したようです。私はじっと息を殺して外の物音に耳を澄ませました。しばらくするとバサバサバサッととてつもなく大きな羽の音が車の屋根のちょうど真上から聞こえて、それきりシーンとあたりは静まり返りました。車のドアを閉め、窓も閉め、ウレタンでしっかり防弾防音してある車内で聞いたあの羽ばたき、一体どんな大きな鳥なんじゃ。もうそうなると眠れません。そのうちトイレに行きたくもなりました。時計を見るとまだ午前2時半、気の遠くなるような一夜でした。旦那はいい気分でぐっすり。ようやく近所から鶏の鳴き声がしました。時計を見ると朝5時10分。朝だ、朝がやってきたんだ。でも私は慎重です。ボタン道路の京次郎、清次郎のように鶏の鳴き声がした途端にお札の結界を破って外に飛び出すような愚か者ではありません。外がしらじらと開けてくるまで、そして旦那が一緒にトイレについてきてくれるまで、絶対車のドアを開けはしませんでした。もう暴行は意識不明。ふと気がつくと私は少し眠ってしまっていたようでした。ウレタンの間から外の様子を伺うと、もう初詣客の車が続々と駐車場に入ってきていました。私は安心して着替えを済ませ、神社のトイレへと直行したことは言うまでもないでしょう。そのトイレの帰り、昨夜は夜到着したため暗くて撮れなかった神社周りの写真、あくまでも観光の記念写真を数枚撮りました。その中のよりはっきりした何者かの写真をここに公開します。付け加えておきますが、私は決して心霊写真を撮りたかったわけではございません。